というわけでございまして、ギターフロンティアへようこそ。今日はですね、いつものギター紹介動画ではありませんので、その点ご了承ください。今日はタイトルにもありますように、ゲイリー・ムーを語るということで、私がもう心の師と言いましょうかね、もう大変尊敬している大先生ですね。で、今日、皆さんご存知だと思うんですけど、今日、2月6日、ゲイリー・ムーさんが亡くなってちょうど10年なんですね。10年前の2011年2月6日、この日に、58歳で亡くなってるんですよね。で、ちょうど10年前っていうと、僕のこの店、ギターフロンティアが、オープンした月なんですよね。同じ年、同じ月に。僕、2月のね、26日がオープン日なんですけども、2月の1日から不動産、ね、契約してここ借りて、もうコツコツ友達と、自分たちでこう、改装というかね、ちょっといじってきて、ちょうどまだアルバイトしながらだったんで、配送してて、ラジオかなんかで聞いたんですよね。びっくりしましたよね、当時ね。まさか、ちょうど前の年に、久々の来日、最終日、ここにありますけど、東京国際フォーラム見てきたばっかりだったんで、来年からまたハードロックのアルバム出すなんて噂があったんで、楽しみにしてたんですけどね、本当にショックでしたよね。で、僕は今日はゲイリー・ムーのことをいっぱい語ろうと思うんですけども、今日朝から例えばね、ツイッターなんかでもいろんな方がゲイリー・ムーについて語ってますし、彼の、今日間違い通りでこれ用意してたんですけど、作品の中で名盤どれがいいとかね、あれがおすすめとか言ってるんですけども、それ以外の、実はゲイリー・ムーってもちろんそのオリジナルアルバムもちろん名作ぞろいなんですけども、実はね、いろんな人にも参加してるんで、結構仕事してるんですよ、あの人で。これ面白い話で、人のアルバムに参加するとめちゃくちゃいいギター弾いたりするのね。全部じゃないんだけど、多分いろんなプレッシャーとかないから余計自由に弾けるんでしょうかね。そんな中でおすすめのちょっとアルバムとかね、作品をご紹介していきたいと思いますので、一つ今日はですね、そういうわけでギター紹介ではないんですけども、私の、ルーツといったら大げさですけども、ギターの、本当に師というかな、ゲイリー・ムーの素晴らしさをちょっと、もしね、興味がある方がいれば紹介したいなと思ってますので、一つよろしくお願いいたします。最後まで見てやってください。でね、ちょっとまず店の話から、店との関連の話しますけど、そういうわけで、オープンした時に、ゲリムア先生亡くなるんですけども、僕はこの間、去年ね、年末に生意気にもこういった、これは全然ロックではないんですよ。もうロックではないんで、一人でやったものだから、ちょっとフォーク的な、ちょっと懐かしい感じの2曲入りの CD 出させてもらったんですけども、この CD デザインを見てピンときた方は相当ゲイリー・ムーア通ですね。これね、私の店はちなみにギターフロンティアともちろん言うんですけども、これファンの方なら分かりますよね。ゲイリー・ムーアの、多くの作品の中でも特に名盤と誉れ高い、最高傑作という人も多いんですよ、実際。こちら1987年作品のワイルド・フロンティアというね、もう 名曲ぞろいなんですよ、これ本当に。で、もう気づきましたでしょ、これほら見て、俺のめった似てる。まず全体白黒、全体白黒、そしてゲイリー・ムーア先生の方がゲイリー・ムーア、はい、青色、そしてワイルド・フロンティア赤、見て見て、こちらね、あの頃の少年ゲイリーすぎで、逆ですね。ゲイリー・ムーア先生は名前が青で、タイトル、アルバムタイトルが赤ですけど、僕あえてそこはそこまでマジと失礼かなと思って逆にしました。こんな感じです、ね、どう、言われてみると、なるほどな、めっちゃ似てるしな、透明で見ると、ね、もうこれね、僕ちょっと生意気ですけど、1987年当時、もちろん前からずっとゲイリー・ムーア好きで毎回買ってましたけど、特にこのアルバムは衝撃的でずっと好きだったんですけども、いや、これも一生ついていこうと決めた、そういうもう思い出深い作品で、で、その時ね、何を思ったかというと、将来、もちろんその時サラリーマンでしたけど、働いてましたけど、いつか自分でなんかお店とかなんかやったら、なんとかフロンティアって名前絶対つけると決めてましたからね、その時からね。で、やっと何十年かかって、そのギターフロンティア作ったわけですよね。さあ、そんなね、ゲイリー・ムーア大先生、もちろんいろんな名作、さっき言ったようにいろんな方がもう、おすすめしてますから、その辺は、そっちを、ね、聞いて参考に。ちなみに僕の俺の、ね、個人的なゲイリー・ムーアの、一応ゲイリー・ムーア名義の
作品の中で最高傑作は何かって言われたら、まあ、もちろんワイルドフロンティア、まあね、欠かせないんですけど、その次何かって大体ね、皆さんね、あの大いなる野望、コリドーズパワーとかね、あの言われること多いんですよ。あとスティルゴッツブルース、もちろんそれもいいんだけど、俺的にはランフォーカバーかな。めちゃくちゃかっこいいで、ランフォーカバーの何がいいっていうと、ゲイリー・ムーアってもちろん素晴らしいギタリスト、ね、天才ギタリストだし、まあ、泣きのギタリスト、もちろん早くも弾けるし、もう泣きはとにかく最高だけども、実はねボーカルやってるでしょ、ずっと。正直ね、もちろん味があっていいっていう人も多いけど、やっぱりね、世に天才ボーカリストいっぱいでしょ、そういう人に比べてやっぱちょっとね劣る部分あるんですけど、このランフォーカバーというアルバムでは、あの名ボーカリストグレン・ヒューズ大先生が参加してる数曲、実はグレン・ヒューズとね組むっていう実は話もあったんですけど、まあちょっといろいろ揉めてねやめちゃったんだけど、やっぱグレン・ヒューズの声はいいですよ。グレン・ヒューズのボーカルでゲイリーのギターの何曲入ってるんですけど、これ素晴らしいんですよね。まあ時代にね、あのもしもたらればないって言うけど、歴史にね、あのホワイトスネークのデビット・カバールも一回あのオファーしたっていう噂もありますし、そういったスーパーボーカリストともし組んでいたら、ゲイリー・ムーアのもう歴史というか人生というか、もっと別な形になっていたのかもしれないなとちょっと思ったりしますけどね。そういう意味でスーパーボーカリストが入っていたこのランフォーカバー、これはちょっとおすすめですね。はい、ぜひ聴いていただきたいと思います。さあ、そういうことで今日の私の本題です。ゲイリー・ムーアが実は人の作品アルバムに参加した時、めちゃくちゃいいギター弾くというね、そういうお話なんですけども、まずこの1900、このだってほぼね、あの日本で売れたのは81年なんですよね。この大いなる野望が出たのが82年か82年なんですけど、その前に81年にあの仲良しですね、いっぱい参加してますコージー・パウエル大先生、まあ、コージーも亡くなりましたけど、コージー・パウエルのあのセカンド、まあファーストにも入ってるんですけど、セカンドアルバムがあるんですよ。ティルトっていうタイトルだったっけな、確か。そこに入っているあのサンセット、これがまず最初に81年に聴いた時もう衝撃でしたよね。もちろんインストなんですけど、あれすごかったよね。今日ここにギター用意してるんで、こう弾きながらちょっと解説、このゲーリングはシグネーチャーモデルって、このサンセット、これがまた当時ね、あの全国的にもギターヒーローブームで、当時の若者がね、もうこぞってゲイリーでしょ、そしてマイケル・シェンカーでしょ、まあ、リッチー、あるいはジャーニーのニール・ションとかね、もちろんエディ・バーヘルも出てきたし、もうランディ・ローズも、もうとにかくねギターマガジンとか毎月買うんだけど、もう表紙は必ずこう誰かしらギタリストなんですよ。もうギターが花形、もう一番いい時代ね。そんな時に僕はもちろんマイケル・シェンカーも聴いたし、エディも、まあ、ほぼほぼ全部聴いたんですけど、やっぱりこの刺さるっていうかな、このゲイリーの泣きのフレーズがやっぱり良かったんですよね。でさっき言ったように、このコージー・パウエルと一緒にやると、なんでだろう、あの他にも名曲何曲かやってるんですけど、伸び伸びやってますよね。でその頃ね、ちょうど時代的にはその80年頃、あのバージンとまた新たに契約して、その大いなる野望でドーンと日本でブレイクするんですけど、その前ちょっといろいろ前のジェットレーベルってことちょっと揉めてて、まあ、揉めるきっかけ工事だったらしいんですけどね、あのその時にちょっとじゃあ仕事ないならちょっとおいでよみたいな誘ってくれたのが、あのエマーソン・レイク&パーマのねグレッグ・レイクさんがちょっとアルバム作ってツアー出るんで、ちょっとゲイリー一緒に弾いてくんないということで一緒にやるわけですよね。で80確か 1年だけな、まあ、最初 あのグレッグ・レイクっていうアルバム出すんですけども、これが当時ね、あのゲイリー人気もじわじわと来てたので、レコード会社が日本版は本来はこれグレッグ・レイクっていうアルバムよ、グレッグ・レイクのグレッグ・レイクっていうアルバムだったのに、日本版はグレッグ・レイク&ゲイリー・ムーアで売るわけですよ。見事にそこそこ売れたんですよね。そこのね、あのアルバムもすごくいいギター弾いてます。でゲイリーの曲もあのニュークリアタックとかね、あの
あれキーがね、あのグレッグに合わせてるからちょっとキー変えてんだよ、確かに。こんな感じ。これもやってるし、ご存知あのパリの散歩道もブレックレイクのボーカルでこのやってるわけですよね。これ意外とこれおすすめ、あの音楽ファンに。そしてね、あのその翌々年かな、あのもう一枚のマドゥーバスっていうアルバム出すんですよ。またゲイリー・モアが何曲か参加してブレックレイク、このねマドゥーバスのね、あの2曲目に入ってる、なんだっけな、今ちょっと忘れちゃったんだけど、あのっていうイントロがあるんだけど、この曲の、まあ、感想弾けませんけど、もう本人のアルバムでも弾かないような超絶プレイするんですよ。もうびっくりしたな、あれは。あのゲリマンの作品多いですけど、このグレッグ・レイクと参加したマヌーバスっていうアルバムの2曲目のギターソロはゲイリーの歴史の中でも、まあいろんな意見あると思うけど、これあのすげえワイルドでもうエキサイティングで、それこそクレイジーなソロではもうベスト3ベスト5に入るっていうぐらいすごいと思います。これぜひ聴いてみてください、あのグレッグ・レイクので今ね、あのアマゾンなんかで見るとこのグレッグ・レイクとゲリマン参加したやつ2枚、1枚に、あ、まあ、2枚組でセットになってるのが今安く売ってますので、それ買うことをお勧めしますね。さあ、そしてね、この頃あの、まあ、ファンは皆さんご存知だと思うんですけども、日本の、ね、当時アイドルですよね、本田美奈子さんに曲を提供してギターも弾いてるんですよね。あの後にゲリーも自分のなんていうのアルバムにも後に入れるっていうかな、シングル出したのか、なんだっけ、ザ・クロス、あのゲイリーのタイトルとは違うんだよね。ゲイリーママとなんだっけ、どうしてた、ね、本田美奈子さんはザ・クロス愛の十字架出すんですけど、これがね、あのもちろん本人も、まあ、セルフカバーという形で出すんですけども、ギターソロがもうダントツ本田美奈子バージョンの方がいいんです。そしてアウトロっていうか最後の方のソロもめちゃくちゃ本田美奈子バージョン弾きまくってんだよね。で聞けば分かりますけど、多分スタジオロンドンレコーディングなんで、本田美奈子さんが日本からロンドン行って、まあ、ゲイリー来て、まあ多分ほとんど一発で撮ってると思います、僕。あのほとんどでアドリブで、特に後半のところだ、最後ね、なんか急に終わる感じなんだよね、ソロがね。そこはおかしいよね。で多分もう感情の赴くままこんな感じって弾いたんですよね。素晴らしく弾いてますね。さあ、そしてね、その頃、まあ、全然あの参加はしてないんですけど、ちなみに、この時代に日本のアーティストで、郷ひろみさんと、ね、あの秀樹ね、最終的にカバーしてんだよね。秀樹がカバーしてるのはエンプティールームズね、それ日本語でライブでも歌ってるらしいです。あとひろみはなんだっけ、パリの散歩道を日本語で歌ってるんですけど、なんだかね、なんか意味不明なタイトルなんだっけ、他人な君へだっけな、確かそんなね変わったタイトルなんだよね。そんな感じですよね。あとあの有名なの浜田麻里さんもラブラブラブっていうカバーしてますよね。まあそんな中でもそのゲイリーが唯一ちゃんと弾いた曲を提供してギターソロちゃんと弾いたっていうのは本田美奈子さんだけなんですよね。で意外とこれ CD とかもファンが多くて、あの結構ネットなんかのまあまあの値段で売ってますからね。僕も CD とアルバムちなみに中古で探して買いましたけどね。あのアルバムの方ではね、あのもう一曲キャンセルっていう曲でゲイリー弾いてるんですけど、これもギターソロめちゃくちゃ弾きまくってますね。ちなみにこのキャンセルってアルバムではクイーンのブランヤンメイ先生も確か参加してます、1曲2曲、はい、でこの辺は押さえとくといい感じで、またあとねいっぱいこう参加してるんですけど、その中でもう一つ僕おすすめが83年にあのザ・ロイヤル・フィルハーモニー・オーケストラAnd Friends っていうアルバムが出てるんですよ。要するにオーケストラとバンド、ロックバンドであのポリスの曲をやるという企画アルバムなんですけども、この時 の, あのバンドのギターがゲイリー、そしてボーカルがグラハム・ボネットなんだよね。
まあ、全曲ではないですけど、それでポリスの曲歌うんですけど、これもゲイリーいいギター弾いてますね。でグラハム・ボメットのボーカルも素晴らしかったですね。さあそしてね、あの個人的にですよ、そのゲイリーの、まあ他の方の参加のね、セッションワークっていうのかな、その中でもうベストの作品じゃあどれなのかって言われたら、あの僕はこれを推したいと思います。見えるかな、あのずっとね仕事もコロシアム2時代からやってますキーボードプレイヤー、今もディープアップルで頑張ってますけど、あのドン・エイリーさんね、ドン・エイリーとゲイリーはずっといろんなところで仕事してるんですけど、あの1988年作品で K2 ってアルバムがあるんですね。これに何曲か、まあ、結構参加してるんですけど、ゲイリーがこれも凄ましいギタープレイのインストと歌物でのもう泣きの素晴らしいフレーズ弾いてるんですね。このアルバムは本当にロックファンおすすめですよ、ギターファン。あの日本のねバウバウの、あの瞳元気さんも一曲参加します。素晴らしいボーカルを聴かせてますね。そしてそのクレジットはされてないんですけど、多分ですけどその瞳元気さんが歌ってるバージョンのギターソロは多分山本恭一さんが弾いてると思われるんだよ。でもクレジットされてないんだよね、どういうわけだか。なんで山本恭一さんが弾いてると思ったかというと、ちょっとフレーズを忘れましたけど、途中であの山本恭一さんってこのライトハンド指じゃなくてピックでこのこういうやって、これあの人の技なんで、そういうフレーズが出てくるんで、多分一緒にレコーディング行って多分そういう約束じゃないけど、でちょっと一回弾いてみるみたいな、そんなノリでやったんじゃないですかねと勝手に思っています。ということでゲイリー・ムーアのセッションワークでは僕的にはね、あのもちろんコージー・パイルとやったサンセット、あの曲だけで言うとあれもとんでもなく素晴らしいんだけど、アルバム全体で言うとこのドン・エイリーさんとやった88年のこの K2、 これ音もねすごくいい音を出してるんですよね。でこれね、これ裏話的な話なんですけど、レコーディングがあのゲイリー・ムーアのハードロック時代最後のアルバムと言われています、アフター・ザ・ウォーとほぼほぼ同時期で、参加メンバーもほぼほぼ同じなんだよね。ということでそのノリがどっちにも相乗効果でこううまくいったんじゃないですかね。でゲイリー・ムーアなんかのインタビューで言ってましたけど、アフター・ザ・ウォーを撮るときにすでに次のアルバムはもう一旦ちょっと、まあ、休憩っていう意味ではないだろうけど、自分のためにあの散々レコード会社からもうハードロックやれハードロックやって言われてて、実はなんかのインタビューで本人はもう疲れてたらしいんだよね、ハードロックやることに。やっぱりルーツのブルースをやりたいということで、翌年もうブルースアルバム作っていう構想はもう練っていたので、このアフター・ザ・ウォーのレコーディング入った時には多分自分の中でとりあえずこのアルバムをハードロック最後にしようというなんか思いがあったのかもしれませんね。なのでもうものすごいこう魂のこもったあのプレイが光るんですよね。だからアフター・ザ・ウォーもさっきの話に戻りますけど、ゲイリー・ムーアの作品の中では僕は相当好きな作品ですよね。さあそういうことでゲイリー・ムーアさんの、外での仕事、ね、セッションワーク、 もっと皆さん調べてみてください。もっともっといろんな人に実はねいっぱい参加してるんだけど、なかなかね日本版が出てなかったりとか廃盤とか、そんな売れてない人にも結構参加してるんでないんだよね。僕も全部持ってるわけじゃないんだけど、あのね有名なところで言うとね、これ意外でしょ、1985年にはなんとビーチボーイズのアルバムに1曲かな、あ2曲参加してんだよね。1曲は確かギターシンセサイザーでの、ほんとちょっとなんとなく、まあ、誰が弾いたかわからないようなフレーズなんですけど、あとね有名なのがね、87年にあのレッド・イット・ビー、もちろんビートルズのねレッド・イット・ビーを、出し、あのこれフェリーエイドっていうねチャリティーレコード、あのそのな前の年だっけ、その前の前ですけど、なんか向こうのヨーロッパの方でフェリーがほら沈没、なんか人が亡くなったんだっけな、 大量にで、あのいろんな イギリス系のミュージシャンがあの声上げて、まあ、当時流行ったじゃないですか、なんとかエイドで、あのチャリティーやったんだけど、もちろんポールも参加してるし、でギターソロがこのレッド・イット・ビーをゲイリー・ムーアが素晴らしいフレーズを弾いています。これもね、あのもし興味のある方探してみてください。これもう廃盤なんで、中古とかネットだとたまにありますよ、これ レコード CD になってないのじゃないかな。ということでゲイリー・ムーアっていう人は、もちろんもう一回言いますね、
素晴らしいギタリストなんです、ボーカリストでもあるんですけども、自分のアルバムより人の作品に参加するとなんでか知らないけどもやりまくっちゃうというね、素晴らしい人というかなんというか、もうでも俺いろんな話逸話聞くんだけど、ゲリー・マーってそんなのなんていうの、あんまり天才してない部分があるらしくて、もう人間らしいのよ、すごいお茶目だったらしいし、あと意外とね、ああ見えてあの人ミーハーなんですよね。あのジェフ・ベック大好きで、ジェフ・ベックがジャクソンのジェフ・ベックモデル使ったらすぐ自分で買って、あのプロモーションビデオザ・ローナっていうプロモーションビデオでわざわざ使ってますからね。あの普通はね、あれだけ売れた人はね、他の人のミュージシャンモデル普通は使わないんですけどね、その辺がもうなんか素敵ですよね、可愛いなと思いますね。ということで今日はですね、ちょっと語ってしまいましたけども、もう没後10年ね、もう早いですよね、もう亡くなって10年経ちますけど、もう本当にゲリー・マーって人は好きな人はめちゃくちゃ好きだけど、あんまり音楽ファンで一般的にほら女の子とかあんまり知らない人も多いし、やっぱ顔かな、ね、顔もうちょっとかっこよかったらもっと売れたんじゃないかな、ね、僕はもうちょっと、もちろん評価されてるし、ギター弾く人はみんな好きだと思うし評価されてるんですけど、一般の音楽ファンにはどうもちょっと、もうちょっと馴染めないというかな、もっとルックスが良くて、さっきも言いましたけど、もうちょっといいボーカリストと組んでたらもっと歴史に名を残せたんじゃないかなと思いますね。ちょっと前にほらバンヘイレン亡くなりましたけど、バンヘイレン亡くなった時も普通の地上波のテレビニュースでも取り上げられてものすごくこう報道されたんだけど、ゲイリー・モアが10年前亡くなった時にはテレビではほとんど言われなかったですもんね。もういや僕ちょっとバンヘイレンも素晴らしい偉大なギタリストだけど、俺ゲイリーもねほぼほぼ肩を並べるくらいね、もちろんライトハンドとかエポックメイキング的なものは作ってないけども、泣きのギターとかっていう意味ではもうちょっとすごい人だと思うんですけどね。ということでこれからもですね、ゲイリー・ムアの、ね、良さをなんかの感じで、なかなかもうゲイリー・ムアみたいに弾けないですけども、こんな天才的な演奏法はできないけども、まあ、こういった形でゲイリー・ムアの作品とかね、良さをなんか伝えていけたら、ちょっとはこの、ね、YouTube やった意味があるのかなとかなんとなく思ってるんですけど、いかがだったでしょうか。今日のこのちょっと長かったけど、僕と的にはもっと喋りたいんですよ。本当はもっと喋るとことがいっぱいあるんですけど、あんまりやりすぎるとマニアック的になっちゃってね、もうゲイリー・ムアと私の、ね、不思議な関係性とかね、まあ、言うと実はこの YouTube であんまり言えないこともあるんですけど、例えばゲイリー・ムア北ね、アイルランド出身、ね、とかいろいろ、僕も新潟県当時生まれた時北カンバラ君というね、北がそれだけじゃないかというね、すいません余計なこと言っちゃったということで、あちなみにゲイリー・ムアでここに17歳の時喧嘩でナイフで傷があるんですよ、この右かゲイリー・ムアの、俺こっちにね口に分かるかな、4針縫ったんで、これもね俺19の時に喧嘩でやられたんだよね、これ刃で切ったんだけど、まあ、そんな、まあ、どうでもいい話ですね。さあそういうわけで今日もですね、あでもせっかくだから最後こうちょっとね、せっかくのゲイリー・ムアモデルでいいね、今日リバーブめっちゃ深くかけて最後まで見ていただきましてありがとうございました。